はい、先ほどは第一陣の見事なかわし手を上がって、うん、本当、ワタボーがすごいチートイツを成就させたかと思った局面だったんですけどね。捉えましたね、捉えましたね。まあ、曲は進みまして、トーン4曲、もうここまで誰も積み棒を積むことなく進んでます、うんうん、どうですかね、オンラスということで、まだトップ取りといえど、うん、フラットに打つっていうイメージになりますかね。とはいえもうトンラスなんで、はい、おかんさんが例えばカトタンさんに対して雑な報酬はしたくないかなっていう感覚ですかね。逆に言うとカトタンさんは、はい、あのそろそろちょっと打点を取っていきたいかなっていう、まあ、1000点でこの局面で上がるのがそんなに嬉しくないって感じですね、うん、なるほど。仮に親番が次来るとしても、うん、もうある程度親番迎える前に打点を、うん、揃えておきたいということですね。あと、まあ、これトップ取りとはいえ、ワタボーさん、第一さん、おかんさんって誰がトップ取るか分かんなくて、はい、でカトタンさん次あと親1回しかないわけじゃないですか、はい、なんでナス親結構潰したいというか、はい、次のない曲の親番がなんか楽な展開にはなんない可能性が高いというか、うんうん、第一さんが青をポンしてダキューピンとしましたけど、この本質を見てる可能性がありますかね。本一見てそうですね、うん、フラットに行くなら E マンとか E ピンの方がその受け入れは多いとは思うんですけど、受け入れ自体はですね、うんうん、まあ、後継作りたくて9ピン切ってるはなくはないかな。まあでもそれウーピン引いた時しかあんまり E ピン行きないというか、まあヤンピン引いて伸びたイズピンもなくはないけど、うん、ペー、まあ、トーン持ってるってことはもう本一に押せる、うん、ああいや、これ E マン切るなら E ピンかな。うん、これは本質を見てないっていうことになるんで、うん、その9ピンはただの打ち間違いってことになりますね、うん、そういうことになる。そうですね、そうなりますね、うん、E マンや E ピンを切ってた方が、うん、そのはい、これチーピンとパーピンがロスになるってことですね、うん、134だったら1を切ったらいいんですけど、はい、1345だったら9より1の方が優秀ですね。なるほど、うん、ちょっとまあ、何もないかもしれないんですけど、第一陣さんがドラ表示牌のチーバンがあんこ、うんうんうん、で表示牌のチーバンで、うんうん、こういう時ってなんか意識することとかなんか分かることみたいなのがあるんですかね。パーワン、キューバンの、うんうん、まあ、使い道っていうのは統一か、うん、あんこでしかもないよって分かってるの で、うん、この仕掛けの基準が変わったりとか、この初のポンとか仕掛けの基準はあんまり変わんないと思うんですけど、押し返された時にドラ統一以上なんだなっていうのが分かりやすい、うん、なるほど。だから単品ドラ1複合系とかで押して来るレンジが広いというか、はい、多いんですけど、この場合で例えば親がこの後2フロ3フロしましたよって時にでもガン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 押してくる人っていうのは、他者から今親がドラを持ってるか持ってないか分かんないんで、それを押してくる人っていうのは、はい、ドラ統一以上であることが多い。なるほど。暗号だったりとか、簡単に言うと表示牌を暗号で持ってるっていうのは、仕掛けた時、はい、自分は危険ですよ、はい、安全、危険牌が3枚あるっていう感覚なんで、うん、なるほど。じゃあ仕掛けにくくなる、うん、この G1 って安全牌になる可能性が相当低いじゃないですか。わかんないですね。ローマンが全部見えたところで結構怖いし、はい、そうですね、ローマンと9万が4見えになったら安牌ですね、うん、そうそう、まあ、そこまで行って初めて安牌になるんで、うん、あのカンチーワンやペンチーワンで来る人も結構いると思うんで、うん、なるほど。逆に言ったら親番であるこそ、まあ、仕掛けてもいいけど、子供とかの場合はちょっと大事にしないといけない、うん、まあまあもちろん手によるんですけど、ただその安全度は低くなってるっていうことですね。うん、ペー、これ E ピン、これ E ピンはパイリ的にはあんまり生きてないですよね。 E ピン自身の重なりと、まあ、数ピンについての関連ピンしか生きてないので、うん、はい、まあ、ペーは残した方が、あの本一の意向もあってかなりそっちの方が有力だったかなって感じは、ね、うん、そうですね。ここでペーが重なると結構本一見えると思うんですよ、うん、まだ5巡目なんでね。で E ピン多分ヘッドレスだから、ちょっと E ピン残して2ピン右の E 数ピンみたいなのが結構多分強く見てると思うんですけど、まあ、ペートン重なった方がいいし、単純にそのヘッドがないって仮定して9万匹って結構嬉しいんで、はい、まあ、そこでそういう候補は捨てちゃっていいかな。お母さんはこれはウーソー切りはロウソウソウって払ったんですけど、はい、9ピンはちょっとね、うん、親限で残してる可能性があるのかな、うん、まあカンパーピンの受け入れももちろんあるんですけどね、うん、はい、どうですかね。もうこれはもう9ピン打って、いやいや、まあ別にここはそんなに、うん、そんなに、うん、ロスがあったわけでもないので、うん、これもこれであるのかなっていう、うん、ですね、うん、ウーソーロスを切るときに、まあ、もしかしたら両蔵もなくはないかもしれないですね。カトタンさん、あ、これ3ピン2ピンはカトタンさんか、あ、バタボンとごちゃになってた、失礼しました。バタンがドラを引いてウーワンをウーワンとパーワンを振り返ったというところですね、う
これトントンペー入れ替えましょう。まあペー安全牌で残しましたね。うん、そうですね。渡坊さんペーは安全牌で残した。はい、でまあさっきと同じ話でこの白と E ピンも白の方が、特に白なんて重なったら結構嬉しいし、はい、ね、第一印刷の手がね、さっき E ピン切った時に例えばペー何が残って、はい、まあ何、うん、ペー切って何切って、今多分手配が3ピン数ピン数万ローマントーン吐く7779ってなってる人が多そうかな。で渡辺さんがこの3層を引いて安全牌のペーを払うかどうかを考えてるっていうところですね。マンズの1,2,3,4,6 の形が結構苦しいので、うん、ここを2メンツじゃなくて1メンツ1ジャン取ってみたときに2ササシのソースの部分が2メンツになりやすいと、うん、いうところで、これペイを切るか安全に行くならローマンを外すかっていうところになりますね。とはいえローマンちょっとドラウ系なんでね、ちょっと難しいとこなんですけど、まあ、パイリ的にいいのはまあローマンかな。結構安全度見ないのであればですね、うん、安全だからこの3増を切ってしまうと、そのこれって5ブロックの想定があまりできてないってことになっちゃうんですよね、うん、この三蔵切りは結構もったいないかな、うん、ですよね。この4メンツ1ジャン等を今の渡坊さんの手から全部作ろうと思ったら転換3腕とかが残る形になりやすいんですよ。関ウワとかね、はい、だから5ブロックをどう作っていくかっていうイメージをもう少し持つといいのかもしれないですね、うん、なるほど。これ三蔵残してまあローマン切るドラウキはいらんけど、イースーマンリアウーマンと1から5までの想図で対応しますよっていう意思なんですよね、うんうんうん、で第一の手が9番重なってイーシャン手になりましたね。果たしてどうなのかっていう感じですね。この数ピン3ピンの牌がなくて、はいはい、ハクとナンがありますと、うんうん、トンハクナンってありますと、はい、っていうリャンシャン点ですよね、はい、リャンシャン点、サンシャン点か、リャンシャン点、リャンシャン点ね、リャンシャン点とこの今のイーシャン点とどっちの価値があるんだろうっていうところありますよね。感したで、2つはカンですね。そしてドラがナン、周りは怖いですよね。怖いですね、うん、まあ、トン切れますか、うんうん、もうこう見てだったらこれで、うん、まあ、今度はトイトイで打点上昇が少し見えますね、うん、そうですね。あとこれ結構2400点になるんで、もうほぼほぼ2400点確定なんじゃないかな、最低でも。うん、まあ、G1 をワンコで使うんでね、うん、ワンコで使わない場合はパワー1を使うことになるから、そうですね、もう余計たくなる。ドラガンさんがここで9ピンを外してパワーを残してというところですね。まあ、これはもうパワー怖いんでね、もうすでにね、うん、もうちょっと切りたくない、うん、ちょっと仕方ない。さっきドラの9ピンを切った方がいいとかって言ってたのとはちょっと事情が違くて、はい、この仕掛けに対してパワー1は KK とは切れないですよね。うん、渡坊さんはローソー、うん、もう形決めちゃってますもんね。うん、渡坊さんこれどうするのかな。缶が入ったから変換3万でも打つ思考なのかな。ローマン引いたりペイ引いたり、まあ、渡辺さんがさっきローマンの話切らなかったのはもう受けてるという部分もあるとは思うんですけどね。そのあ、もうローマンをそうですね、第一に対して泣かしたくない。うん、うん、ローマンって泣かれるので6級マンか間ローマンでローマンっぽいのは結構ないんですよね。これ加藤田さんがローマン切って初泣いた後ですから、あのなんで、泣かれるなら6球マン、カンローマン泣かれたとて、別にそこまで言いたくないっていうか、なんかそこまで本一に見えないと思うんですよね。いや、これはチーマンとかなら多分絶対切んないんですけど、ネックになり得るんで、だからネックになるところは泣かれたくなくて、はい、ネックじゃないところは別に泣かれてもいいよみたいなところなんですけどね。ローマンは別にちょっと泣かれてもいいから。今私テンパイでイースーソーダテンパイを取ってパワーワン打てばテンパイなんですけど、でしたね、うん、これはパワーワン打ち切り、いやー難しいですね。これでも打ってもいいと思いますよ、うん、打ってポンって言われて考えるってそのカーンしてリンシャーハイ持ってきて、はい、トンを手出ししてそこからシャーハクつもぎりじゃないですか、はい、じゃあそのリンシャーハイでテンパってトン切りましたっていう可能性がどんくらいあるのって話なんですけど、はい、これ何も手出し、ペーも手出しですよね。ペー手出し、ナン手出しで、はい、吐くつもぎりで、イーピン手出し、関してトン、まあ、ちょっとですね、話がそうなるとちょっとごちゃごちゃ長くなっちゃうんですけど、はい、簡単に言うと、親の皮が強くないでしょ、うん、はい、まあね、脂っこいところ切ってないから、はい、まあまだだろうと。で、パワー1で反応があったとして親がパワー1ポンしましたと、はい、っていう風になった時にこのイースーソー相当上がりますよね。
はい、みんな大至急急ぎると思うんです。大至急ですね、はい、大至急っていうところを含めてこの街とタイミングで言うならパワーオンはプッシュした方がいいかなっていう。切ったがいいですね。でもうリーチって言った方がいいですか。いや、リーチはないです。まあ一旦縦置きして反応なければリーチはあると思うんですけど、はい、まあ、ポンされた時にそのままめくり合うのはかなり怖いので。なるほど、うん、これ大事さスーピンきますか。ん、9万。そうですね、今99、うん、9万、9万はこれ9万ポンできないんで。そうですね、9万のポンはかなりできそうな形なんで、うん、今、まあ、加藤さん9万切ったばっかでしょ、ね、うん、これスーピン切った方がいいな。シーブンがもうないからね、うん、3、4、4のところを厚くするっていうのも一つのやり方かもしれないですね。うん、うん、スーピン切りそう。あのここでリーチしたんだ、うん、あ、街は相当良くなったんですね。リャンパーピンサブローピンの街になってリーチか、はい、なるほど。まあでもここで結局パワーワンをしょ、まあ、余計怖くなった段階じゃないですか、その親が9番を手出しして、はい、うん、まあでもこれでもまだテンパイじゃないんじゃないっていう感じはあるから切るのがいいと思うんですけど、うん、はい、これでいくならあのイースーソーのテンパイを取った方が良かったんじゃないのっていうところはありますよね。ありますね。なるほど、うん、ありがとうございます、うん、まあ、これパワーワン切るにしても別に生でもいいっちゃいいんでね。うん、まあここまでの街ならね、さすがにリーチがいい、トップ取りって考えるとね。まあトップ取りか、さすがにリーチがいいかなと、うん、リーチか、缶まで入って、あ、缶入ってますもんね、うん、この街はリーチするんです。おお、でも一発も、うん、結構最良ですよね。最良ですね。まあこれは裏3つは無理でしょう。3つ足ります。3つで、うわ、1個しか、1個だけか、1個だけならつもぎりかな、つもぎりうん、まあなんかイースーソーで1000点上がってるのが普通な気がしますけどね。なるほど、うん、で結果は一番いいですね、うん、まあ、でも確かにおっしゃられるように、うんうん、打った瞬間カトタンからイーソーがそう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 、いつも切れ出て、これ多分泣いても泣かれなくても、うん、多分出たイーソーだったのかなと思いながら、うん、だいぶ怪しいなと自分でも思った一曲だったんですけど、うん、まあ、でも結果はね、より良い結果になったんで、うん、そうですね、うん、なんかそのパワーワンを打てるかどうかっていう判断っていうところでいうと、うん、はい、あの段階であの順目で打てると判断しても良さそうには見えますね、うん、これパワーワンが仮に混在である感しない選択もなくはないっていうか、ああそれはもう本当人によるけど確かにそれはありますね、うんうん、まあ、何にせよパワーワン声かかるとしてもローンは相当なさそうなんで、でなおかつ自分のイースー層が結構お、なんか刺してくれそうなイースー層で、はい、パーマンポンって言われるともう大至急言いそうがどっからでも出るというか、うんうん、パワーをそのおかんさんが捨てていた場合に、はい、大鎮さんが流派を冠しなかった可能性もありますけどね。うん、そうですね、まあ、先にパワーを打ってたわけですね。そう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 、タミングさんの馬のタイミングだったけど、あ、でもパワーン、うん、どっちが先かな、あ、流派冠が先かな、流派冠したあとなんで、ダトンなんで、うん、あ、冠したあとだね、ダトンが EP にあったら9ピン、1枚目の9ピンの時かな、うん、ってことですね、うん、分かりました。テンパイが3トンとかだから、そうですね、どうでしょう、まあ、今回タイトルを作るとしたらですね、あ、いや、流派冠をお母さんからしてるから、うん、まあいいか、うん、あ、そっか、2枚目の9ピンとかかな、なるほど、そうですね、まあ、ドラの切り時や仕掛けに対するドラの切り時っていうところですかね、うん、まあ、まあ先ほどの、まあ、この2曲の時とは違うドラの切り時と仕掛けを受けてのドラの切り時ってところですね、うん、仕掛け者に対する相手の速度読み、はい、もうかなり大事です、ね、そっちの方がいいです、速度読みってところでしょうね、だからペーナー E ピンとの手出しっていうのが多分相当弱く見えるというか、はい、まあ、形が良かったとしてもリャンシャン点ぐらいでしょうって感覚なんですよね、はい、でこれさらに言うとその第一さんがそのさっき言ってたみたいな、はい、その本一にものすごく寄った手になってたと、パワーがね、はい、数ピン数ピン3ピンと払って、はい、そうするとパワー1が切れたのかどうかっていうところもまたありますね、そうそう、まあ、結論かというと切りにくいけど逆に切れるっていう考えもありますね、なるほど、パワー1統一流派流派ってあったら数ピン3ピン残してるでしょっていう読みで切れるっていうのもあるんですけど、はい、でもね、打点的な怖さはあって切りづらいのもあると、あと引きとかも含めてますね、パーマンボンは外なさそうですけどね、うん、カンパーマンロンもあるんじゃん、わかりました、まあ、
結果は、すいません、2戦4戦のつま上がりとなりました、うん、次は何万に進んでいきます、はい。